しとう味噌を作ります。んにくひとかけ。唐辛子1本。しとう15本。30回ほど分々引っ張ります。フライパンにごま油適量を引き、分、うん、んした具材を入れ炒めます。砂糖小さじ2、酒小さじ2、みりん小さじ2、 味噌 50g を入れ煮詰めたら完成です。